アルゴスです。皆さんはディズニーデートどれくらいされてきましたか？ディズニーデートやっぱり楽しいですよね。かれこれ1年半一緒に行く人いないですけど、私最後に行ったのはコロナ前だったから、食べ歩きもできたし、長蛇の列をつめつめに並んでた記憶思い出のままですけど、今ってどうなってるんですかね。もうだいぶあの頃とは違う光景になってるんですかね。気になります。普通におしゃれに夕飯も食べたいし、パーク内で食べれなければエクスピアリでも最高に楽しいし、マイハブンラブですね。シートデート先でユニバは出てこない。これは地理的な問題なのか、まあ好みですね結局のところは。それではまた明日お会いしましょう。